ございます。おはようございます。アメリカのラスベガスで起きました乱射事件ですが、少なくとも59人がお亡くなりになり、500人以上が怪我をされているという状況でございます。総理からトランプ大統領宛て、私からティラソン国務長官宛てにお見舞いのメッセージを出しました。サンフランシスコ総領事館から官員がラスベガスへ向かいまして、情報収集その他の対応に当たっておりますが、現時点で邦人被害は確認をされておりません。お亡くなりになった方々に心からお悔やみを申し上げたいと思います。私からは以上でございます。この事件に関してイスラム国がですね、関与を認める声明を出していますけれども、このことについて日本政府としてはどう受け止めていらっしゃいますか。アメリカでまだ捜査中でございますから、日本政府としてまだ申し上げる状況にはございません。この事件のですね、今後また被害が拡大していくというような可能性はあるんでしょうか。現時点で少なくとも59人がお亡くなりになっている、500人を超える方が被害に遭われているということでございますので、今後の推移を見守ると同時に、法人でもし被害に遭われている方がいらっしゃれば、しっかり対応してまいりたいと思います。北朝鮮情勢に関するアメリカの対応ですけれども、はい、先日ティラーソン国務長官が、中国を訪問していました。そこでですね、北朝鮮との対話のチャンネルに言及をされていまして、対話を模索するというような発言がありましたけれども、一方でトランプ大統領はですね、それは時間の無駄だというふうにはっきりコメントされました。このお二人の間での相変わらずあれですけれども温度差がありますけれども、こういったアメリカの状況についてどのように考えますか。アメリカ政府内のことに日本政府として、いちいちコメントをすることは差し控えたいと思いますが、北朝鮮が核とミサイルの開発をやめ、査察を受け入れて交渉のテーブルに着かない限り、北朝鮮に明るい未来は開けないということを、我々も北京の大使館ルートを通じて、あるいは北朝鮮が参加をする国際会議の場を通じて、北朝鮮にそうしたメッセージは繰り返し伝えているところでございます。アメリカ側からもそういう前提で交渉のテーブルにつけというメッセージを出すということは、我々緊密に連携しながらやっておりますので、北朝鮮にしっかりと置かれた立場を認識をしてもらって、核ミサイルを放棄し、査察を受け入れて交渉のテーブルにつくということをしっかりこれからも国際社会で求めていきたいと思います。ということは、ティラーソン国務長官がその今の時点での対話の模索というのは、正しい考え方ではなかったということですか。対話というのは、対話のための対話ではなくて、核ミサイルを放棄して査察を受け入れた上で交渉のテーブルにつくということは、日米だけでなく日米韓中ロ一致して、朝鮮半島の非核化というゴールを目指してやっているところですので、我々もアメリカ政府とそこは緊密に連絡をしながらやっております。ティラソン国務長官が北朝鮮に対して同じようなメッセージを出すという、我々も国際会議や北京の大使館ルートを通じて同じようなメッセージを出しておりますので、そこは各国足並みを揃えてやっているところであります。話変わりまして、選挙戦ですけれども、昨日昨日民進党の中でですね、ちょっと一部分裂して新党を立ち上げるという表明が枝野代表代行の方からありました。こうした混沌とする選挙戦の状況について、どうお考えでいらっしゃるかということと、さらにですね、ここに来て内閣支持率と不支持率が再び逆転をしてしまいましたけれども、こういった中での選挙戦、どのように戦っていかれる覚悟ですか。私としては日米同盟を基軸とする安全保障体制の中で今の北朝鮮情勢をマネージしておりますので、ここについてしっかり国民の皆様のご理解を得たいというふうに思っております。民進党で平和安全法制に反対をされて、9月末まで
反対をされていて、希望の党の公認を取るために賛成とおっしゃって、希望の党の公認を得られなかった方は、それじゃあ平和安全法制に賛成なのか反対なのか、非常に大きな疑問ですし、希望の党の親分が変わってやっぱり平和安全法制に反対だというと、移られた方はまた反対になってしまうのか、これは諸外国から見て、日本の安全保障体制はどういうことになってしまうんだろうかという疑問を持たれる。そうなりますと特定秘密保護法の取り扱いも、そういう政党はどうなるのかわからないという中で、日本と北朝鮮の機密情報をシェアできるのかどうかという疑念を各国に抱かれるようなことになってしまっては、情勢分析ができなくなりますので、我々としては平和安全法制あるいは特定秘密保護法、そして日米同盟に基づいた現在の安全保障体制をしっかり堅持してこの危機に当たっていくという自民党公明党連立政権の在り方をきちんと海外にも発信すると同時に、国民の皆様にもご理解をいただきたいと思います。大臣、アメリカの CSIS が東シナ海の発電に関して、今年に入ってその3つの新しいその採掘施設を作っているというような発表をしておりますけれども、これ政府として把握はされていらっしゃいますか？新しい話ではなくて、政府としてはすで、に中国に対して抗議をしております。それはこの夏の末前の話ですので、特に新しい話ではありません。大臣、共同党の竹本です。先ほどのお話、北朝鮮なんですけれども、今度の選挙で、国民の安全を守る取り組みについても争点にはなると思うんですが、成立当時に 今も、批判のある安全保障関連法が今の北朝鮮情勢への対応でどのような効果を発揮しているとお考えでしょうか？今この北朝鮮の危機の中で、日本の平和と安全を守るために日本の周辺に展開をしている米軍に対して、平時から補給活動支援活動ができるようになりました。これ平和安全法制がなければですね、いざ危機的事態が発生をしてからということになります。そうすると日本の平和と安全を守るために展開をしている米軍で、明らかに北朝鮮が核実験をしミサイルを発射している中で、日本が米軍に平時は補給ができないということになってしまいます。そうすると日米同盟、日米が 100% 共にあると米軍が果たして言ってくれるのかどうか、日米表足をしっかり合わせて北朝鮮に今当たっていますけれども、日本側が本当にやるべきことをきちんとやっているのかという疑念をおそらく米軍があるいはアメリカ政府が抱くことになっていたかもしれません。そういう意味で平和安全法制があったからこそ、今米軍に対する補給活動支援活動について法律的な進学論争なしにきちんと行うことができるようになっているというのは、アメリカ側から見ても日本はしっかりと自ら汗をかいてやるべきことをやった上で、この日米同盟に基づいて日本を守ろうとしているというのがはっきり見えると思います。これは非常に大事なことだと思っています。日米両国、あと国際社会が懸命に呼びかけはしているものの、まだ挑発活動は止まる気配はないというのが現状だと思うんですが、安倍政権が取り組んできた日米同盟の強化というのが北朝鮮に対する抑止力として、機能しているというふうにお考えでしょうか？北朝鮮がさまざまなことを言っていますが、現実そうしたことを行っていないというのは日米の抑止力、日米同盟による抑止力の成果だと思いますし、国連の安保理決議に基づいた制裁は、これは経済的な制裁ですから効果が1日2日で出てくるというものではないということはご理解をいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。